祇園精舎とかっていう話ですけども、ものすごい権勢を誇った人がいつまでも続くわけではない。歴史的にどんな大帝国を築いてもいつか分裂しひっくり返るわけですよね。永遠に続く権力もないし、永遠に続く地位もないわけですよ。栄枯盛衰、春夏秋冬で回ってくるみたいにですね、いろんなものが移っていくわけです。ですからプーチンのね、プーチンこれまでいろいろとね、強いロシアを築いてきたんでしょうけども、蛮節を怪我するようなところにはまってしまったんじゃないかなというふうに思うんですね。これはプーチン精神病なんじゃないかとかね、いろんな疾患を抱えてるんじゃないか、もしくは老人って頑固になるもんですよね。人の話聞かなくなるというね。松下幸之助先生は晩年までね、若い人に教えて教えてすごいねありがとうとか言いながらいろんな情報を取ったって話ですけども、普通はねお年寄りになると人の話聞かない、意固地になる、頑固になる、怒りっぽくなる、よくある話ですよ。69歳、ロシアでは男の平均寿命は62歳ですからね、もういつ死んでもおかしくないんです。平均寿命を超えてんですよ。しかもああいうがたいのいい人ほど早死になんですよね。パーキンソン説強いですよね。だから話す時に手をねこう机につけて喋ってるっていう、だったらこう机から離してこうジェスチャーしても良さそうなもんだけど、ずっとこうつけてる。だからもう手が震えてるのが、こう置いてることによってあんま震えが見えなくなるっていうね、っていうことも指摘したり、あと斜めに座ってますよね。ここら辺もパーキンソンの関係あるんじゃないかみたいに言われてます。よくわかりませんが、まあ、これよく言われてるのはマクロン大統領が人が変わったみたいだっていうふうに言ってるんですよね。あとドイツのおばちゃんもね、メルケル首相も辞める前にね、なんか人が変わったみたいだっていうふうに言ってる。だからこの人って1年で急に老け込むとか、1年で急に人格が変わったようになるっていうのがあるので、老人そうなんですよ。本当に1年で急に老け込むってことあるんですよね。ですから急に話ができないというか、話を聞かない、意固地みたいな、これ大体みんな共通のことを言うんですよね。多分なんかあるんですよ。焦りから来てるのか過信なのか分かりませんが、完全な独裁の帝国を築いてしまって、もうポロニウム持ったりとか散々人殺しまくってね、自分に忠告する人もいないし、最後の仕事をしようとしてんのか、また今回ちょっと領土広げたら俺また人気者になっちゃうんでしょみたいな軽い気持ちだったのかもしれませんですけどね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。